皆さんこんばんは、ポン吉です。限界社畜日記を運営しております改めましてポン吉です。今日は皆さんに僕の実際の貯金額というものを公開していきたいと思います。なんでこんなことしようかというところなんですけども、実際に条件としては僕自身が今独身でアラサー、彼女がいない、そして一人暮らし、都内住みで、社畜、社会人8年目といったところで、一体実際こういう条件の人が一体どういった貯金ができているのかっていうところを参考にしてもらえればなと思いまして、今回動画にしました。実際ですね、下ろしてきたんですね、銀行に行って。なんで、現金がね今手元にあるんですよ。それをちょっと今回は皆さんにちょっと見てもらえればと思います。で、ただずっと見てるだけ暇だと思うんで、皆さんぜひお酒でも飲みながら見てもらえればと思います。じゃあ、お酒の準備できた人、一旦準備して一時停止してください。じゃあ準備できましたかね。はい、じゃあ皆さん乾杯。ではですね、早速下ろしてきたお金をですね皆さんに、じゃあ実際お見せしたいと思います。いきます。でん、ですね、厚そうにも見えるんですけども、これ新札じゃないので実際なんていうんですかね、かさばってるだけなんですね。これ実際にもう数えてって一体いくらあるのかをね簡潔にね教えたい、皆さんに知ってもらおうと思います。ではいきます。まず実際銀行に行って下ろしてきた金額いきます。まず1万円ですね。これちょっとインカメにしてるので反転してると思うんですけども、いきますね。まず1万円が1枚2枚3枚4枚5枚6枚7枚8枚9枚10枚、これで10万円になります。ここはですね、10万円は本当に学生さん僕より多分あるんじゃないですかね。僕正直そんなないと思います。いきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、はい、これで20万円ですね。20万円、どうですか皆さん。20万円皆さん僕よりありますか？この時点どっちですか？ハイ&ローどっちですか？皆さんもっとあるとは思うんですよね。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、30万円。今貯金が30万円ここにまずありますね。30万円って言ったら手取り額面で1ヶ月分の給料ぐらいになってくるんじゃないでしょうか。これがね、もう毎月ほんとこのまま溜まっていけばいいんですけどね、一人暮らし無理です。いきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、はい、これで40万円。いや、自分でもですね、周りと比べてやっぱ貯金額って少ないんですよ、本当に。40万円よく貯めたなって思います、この時点で。うん。やっぱ一人暮らしとかしていると実際に、本当固定費、光熱費、そういったもので大体ですね10万以上はもう飛んでいくんですよね。あとはもう食費とか、交際費とか入れると正直あんまり貯金ができない。この中で、でも8年もね社会人8年以上しているので、こんなもんかって感じですけど、いきますね。じゃあまだあります。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、はい、50万円、ここにですね50万円ございます。はい、でなんとですね、実際にですね皆さんちょっと見ていただきたいんですけども、今日実際下ろしてきたんですよ。で50万円以上正直貯金まだあったんですね。で50万円までしか1回で下ろせないんですよね。一気に下ろそうと思ったら下ろせないって出てちょっと面倒くさいんで一旦50万円だけ下ろしてきました。こんな大金を下ろすこと僕ないので。でそっから実際に皆さんにちょっとお見せしようと思うんですけども、反転してるのはあれなんですけどね、こちらですね、見えますかね。ちょっと待って。これ。おろす前ですけどね、は、どっちだ、こっちか。61万円ありました。なので、61万6895円が、僕の全貯金になります。皆さんどうでしょうか。都内住み、社会人8年目、アラサー、そして、独身彼女なし、社畜というところで約60万円の貯金があります。で、実際に僕自身も本当に貯金ボーナスとかはあんまり正直物欲がないので使わないんですね。で、実際に入っても、貯金になるんですけど、僕、今まで動画にあったかな、これからの動画にも出すのかな。実際引っ越しがですね多いんですよ。引っ越し一人暮らししてから正直10回してます。僕本当に、会社の都合とかいろいろあって10回していて、毎回大体初期費用とか引っ越し代入れると3040万飛ぶんですよね。なので簡単に言えば300から400万ほど僕もうなくなってる状況なんですよ。それを思ったら本当もったいなかったかなってめちゃくちゃ思います。でそれだったらここにあるわけですからね。病気になってもいきます。正直今60万円貯金ありますけど、一回病気になったりとか、やらかしてクビになったりとか、社畜なんで逆にクビになりたいなと思う時もあるんですけども、になった場合僕多分1ヶ月、頑張って5ヶ月過ごせるかなっていう感じです。でね、実家暮らしじゃないのでもう猶予、この命の猶予っていうのがもうこの60万円なんですよね。約56ヶ月分だけ。そうするとですね、多分全然ここの余裕がないですね。ないです。別に僕実際に投資とか、本当に初心者なんですけど若干入れてる部分もあるんで、実質はもっとあります。なんですけどもう現金ってなったら、キャッシュってなったらもうこの60万円になります。皆さんもですね、貯金本当に多い方とか、もう多分似たような年とかもっと僕より若い方で100万とか逆に500万とかいるんじゃないでしょうか。今貯金を20代の貯金額で0円の人が多いっていうのも見るんですけどね。僕も本当最近まではほとんど貯金がなかったんですね。コロナになって正直使うことが本当になくなったんで溜まってっただけなんですけど、なんで貯金はあったことに越したことはないかなとは思うんですけども、若い時はあまり無理して貯金をするぐらいなら、いろんな美味しいものを食べたりとか、誰かと会うために使ったりとか、何か体験に使う、投資だと思うんですよね。そういったものに使うのがいいのかなと僕は思います。すいません、全然飲んでなかったですね。いただきます。またですね、今後こういった貯金一体いくら貯まったかとかもやっていきたいと思いますので、ぜひ社畜の限界社畜日記、ポン吉のですね、成長を見ていただければと思います。本当にいつも応援してくださる方ありがとうございます。チャンネル登録してくださった方、高評価をしてくださった方、そもそも再生してくださった方、またこの動画を見てくださった方、本当に僕の全然正直見られてないんですけども、ほとんどでも僕のやる気につながってまして、こういう発信ができる場になっているので、今後とも皆さん応援をよろしくお願いします。コメントいただけるとすごい嬉しいです。ではまた次回の動画で会いましょう。